2013年9月某日、我々は新作ゲームにまつわる極秘資料を手に入れた。そのタイトルはファンタシースターノバ。ファンタシースターとは言わずと知れたセガが送る RPG の大型シリーズである。このタイトルについていくつかの特筆すべき点がある。ファンタシースターオンライン2と共通した世界観を持つオフラインの新プロジェクトであること、アドホック通信で最大4人まで、また1人プレイも楽しめるらしい。そしてなんとセガがあのトライエースとタッグを組んだ大作であるということ、着々と完成に向かっていることがこの絵コンテと映像からも伺える。今回最大の情報と言ってもいいのがこのエネミーの存在、その名もギガンテス。存在理由、人工的な重装備、全ては謎に包まれている。これは貴重なそのギガンテスの映像である。果たしてこの動く要塞を我々は攻略できるのであろうか。しかしまだ希望はある。これはパイルと呼ばれる武器、従来にはなかったそのサイズと森のような形状、ギガンテスに通用する武器の一つであるはずだ。未知のエネミーが跋扈するこの惑星、未だかつてないサバイバルを生き抜くために必要不可欠なもの、それが仲間たちとの絆。絶望的な状況の中であっても彼らと力を合わせることで切り開ける未来があるはずだ。以上が我々の入手したファンタシースターノバに関する全ての情報である。これらはまだ氷山の一角に過ぎない。しかしただ一つ確信を持って言えること、それはファンタシースターノバが2014年プレイステーションビータを代表する RPG であるということであろう。